はい、どうも石原です。アップルイベント9月8日午前2時無事に終了しました。ライブ配信ご参加していただいた方本当にありがとうございます。で、今回の動画ではね、アップルイベントで発表された製品を振り返っていこうということで、まず発表された製品こちらツイートしましたけども、 iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max、 Apple Watch シリーズ8、 Apple Watch SE 第2世代、 Apple Watch Ultra、 AirPods Pro 2、第2世代というね製品が発表されましたので、解説を含みつつね、Apple の公式オンラインページを一緒に見て改めて確認していきましょう。どんなモデルになったのかみたいなところを確認できればと思います。で、実際に iPhone 14僕ね、はい、購入するわけなんですけども、 iPhone 14を購入するときに、まあオンラインストアっていろいろあるんですけど、まずね、おすすめのケースをね、今回ね、この動画でお伝えしたいと思いますので、 iPhone 14全シリーズ動作のおすすめケースからまず見ていきましょう。まず一つ目はトーラス表面鏡シリーズ。特徴は背面と同じ光質感を保つために AGC ガラスを採用し、 iPhone 本来の質感を壊さない美しい外観そのままにガラス特有の触り心地&グリップ感を兼ね備えたガラスケース。 iPhone 14の本体の色も質感もキープして使いたい人にはおすすめ。次にトーラス U プロスタンドケース。特徴は一つ二役、スタンドと保護ケースで 3way 置き対応で、縦横ともに自由自在なスタンドが搭載されているので、通常使いの場合でも実用性や利便性の高いケース。 iPhone 14でスタンドを使ってハンズフリーでビデオ通話や動画視聴がしたい人におすすめ。そして三つ目はトーラスオリジンフィットシリーズ。特徴はわずか 0.8mm、 軽薄さとミニマムデザインでシンプルの極み。ショットブラスト加工してザラザラとしたマットな質感に仕上げているので、指紋も汚れもつきにくく、しかもケースの色も多色展開となっております。 iPhone 14の本体の厚さをできるだけ抑えつつ、色選びとマットな仕上がりが好きな人におすすめ。さらに4つ目、トーラスガーディアンシリーズ。特徴は米軍規格認証軍用レベル保護力で、2メートルの高さから26回それぞれ違う角度でコンクリートに落下させても本体は綺麗無傷。 iPhone 14をとにかくガッチガチに守りたい、かつ見た目も触り心地にも妥協したくない人におすすめ。そして最後にトーラスガラスフィルム。特徴は日本製 AGC アルミノシリケート化学強化ガラスを採用し、耐衝撃性は普通の製品より10倍も高く、2メートルから110グラムの光球を落下させる業界1のテスト標準によって30回以上実験を行っても無傷。すべすべとした指触りやスムーズな操作感、かつ透過率 100%。 iPhone 14のケースもトーラスなら液晶ガラスフィルムも統一しておこう。あなたはどれにする？気になった方は概要欄の URL をチェック。はい、では iPhone 14 Pro でございますけども、見たこともない iPhone の操作システムということでね、ダイナミックアイランドということで、ノッチ部分ね、このノッチ部分がはい、ダイナミックアイランドという名称に変わりましたよってことですね。で、設計された安全機能とか、迫力あるディティールみたいなものなんかあるんで、ちょっと見ていきましょう。はい。14 Pro。はい、ここが、はい、これがダイナミックアイランドです。これダイナミックアイランドね。皆さん覚えて、ダイナミックアイランド。ノッチレスになったんだけど、まあ、ダイナミックアイランドになりましたよと、いう感じでございますね。はい。だから基本的に、ここの部分っていうのが、全面フルディスプレイではなくて、若干ね、残っちゃったっていう感じかな。うん。で、まあ見たこともない iPhone っていうことで、はい、こう見てみましょう。はい。まず確認してほしいこと、こちら、予約受付注文が、9月9日午後9時から、で、9月16日発売。で、値段の方はね、こちらツイートで、やりましたけども、まあ、ざくっとね、振り返っておきましょう。iPhone 14 128GB モデルが119,800円税込み。iPhone 14 Plus 128GB モデルが134,800円。iPhone 14 Pro 128GB モデルが149,800円税込みから、そして iPhone 14 Pro Max 128GB モデル164,800円からで、となっております。はい、で、カラバリ。ね。ゴールド。これ、ディープパープル。ディープパープル。ゴールド、シルバー、で、スペースブラックと言いました。スペースグレーよりもちょっとブラックなのかという感じでございますけどね、石原的にはね、パープルかブラックかなっていう感じがします。はい。で、耐久性のデザインにしましたということで、どんなスマートフォンのガラスよりも頑丈なセラミックシールドということで、これは耐水繊維のね、医療に使われるステンレスチールということで、6.1 インチ、6.7 インチもプロにふさわしい、まあ、素材を使っているということですね。はい。で、これが iPhone の新しい顔ということで、ここ、はい、先ほどご紹介しました、ダイナミックアイランドと。これはハードウェアであってソフトウェアであると。ここにノッチっていうかね、トゥルディップスカメラが搭載されているので、ハードウェアなんだけど、ギミックとして、UI としてこのような動きをするから、これはソフトウェアでコントロールしてますよ。つまり、ハードウェアであり、ソフトウェアであるということになりますね。で、中間である存在。なんか面白いね。ハードウェアでもあってソフトウェアでもある中間的な存在。なんか面白いね。はい。で、音楽とかね、フェイスタイムとか、まあ、このような動き、いろんな動きをしますよっていうことなんですよね。うん。
こういう動きをしますと。面白い動きだな。だからこれを、まあ、一つの、まあ、スタート地点として、ここから広がったり縮まったりするということです。で、常時表示ディスプレイ。いつでもプロは準備で万端ということで、ブラックアウトしないまま、これから知りたい情報を常にロック画面に表示しますよっていうことで、このタップしたり、こうタップしたり、で、こうやって持ち上げたりする、して、ようやくこうやってね、時間帯が表示されるんですけど、これではなくて、もう常時表示、もう常に表示されていますよ、ということなんで、これは結構便利かと僕は思います。ただね、オンオフ、常時オンディスプレイのオンオフはできるようなので、そこら辺はね、使い勝手によって変えていいかなと思います。はい。で、一日中使えるバッテリーということでね、もう本当にもうめっちゃ大容量だということです。で、好きな写真でフォントで、好きな写真でフォント、ウィジェットであなたはご存知ということで、この iOS16 からこのカスタマイズができると。このウィジェットをこのようにカスタマイズできるから、自分好みのウィジェットにして、しかも常時オンディスプレイなんで、このようにね、まあ、壁紙を楽しんで、設計すること、見ることができるということなんで、非常にね、まあ、センスがある人だと、こういろんな形をね、多分やってくると思うので、これちょっと楽しみだな。いろんな人のこの壁紙を見るってめっちゃ楽しくなってきそうかなと思います。で、晴天時の明るさが最大2倍になったディスプレイ、あっぱれということで、このディスプレイの表示がめちゃくちゃ明るくなったって。うん、やっぱこう、めっちゃ天気がいい時に見にくくなったりするじゃないですか。そういう時にもちゃんと、表示されるから見やすいよ。だから、明るい空の下でも見やすいということになっています。で、このようにね、新しいスーパーレティナ XDR ディスプレイ、ね、違う理由見てみましょう。はい。スーパーレティナ XDR ディスプレイが進化しました。屋外でのピーク輝度が2002度にアップしたと。で、1世代前のモデルの2倍になったと。はい。見てください、これね。HDR ビデオの表示性能も大きな進化があって、ピーク輝度が最大1600ニットと。めちゃめちゃディスプレイのその HDR ビデオも明るくなりましたよってことですね。で、リフレッシュレートも、はい、120Hz、プロモーションディスプレイを搭載していますよということですね。はい。めちゃめちゃいいディスプレイになったということです。そして、衝突事故検出。これもね、Apple イベントの中で、あ、なんか驚くべき、ところだったかなと思います。なんかこう交通事故を起こしたりするときに、このモーションセンサーで、その、検出してくれるということになります。このようにね、あなたが自動車で重大な衝突事故に遭ったことを iPhone 14 Pro が認識して、自動で救助要請してくれるということになる。いや、これめちゃめちゃ便利ね。はい。自動車での重大な衝突事故を認識する仕組みを見る。はい、見ましょう。動きで、音で、あらゆる方法で衝突を認識しますよってことですね。速度の急激な変化とか、方向の急激な変化も、ぐらっとね、車こう走行してて、ぐらっとね、こう回ったりとか。車内の空気圧、エアバッグがこうパッと開いたりしたりとか、衝突時の大きな音、衝突実験データとか、過去の事故データに基づいたことになっていると。100万時間分のリアルな運転データと、衝突で事故データをその全てを活用すると。いや、すごいよね、この機能は。で、これぞ、プロの進化、カメラシステムが一番のもう、注目ポイントでございました。はい。クワッドピクセルセンサー搭載の48メガピクセル、4800万画素。ね、旧型モデルは1200万画素だったので、めちゃめちゃ上がってます。はい。もうすごい。3倍近い、ことになってます。で3台4倍の、解像度でのトリミングの自由度がググッとアップ。ね、この、広角もカメラで撮った時の、その望遠のそのズーム倍率がこの右側の写真ということになっております。いや、これは表現力を引き上げますということですね。はい。で、iPhone 13 Pro より 65% 大きい。だから iPhone 14 Pro のカメラ、ここね、大きいんですよ。この影響で、ってことです。はい。で、iPhone が一つのピクセルから美しさを引き出す方法は、このようにちょっと長いからあんま読みませんけど、48メガピクセルなんですよ。これを最大限に活用しますよ、ってことですね。4つのピクセルを1つの大きなクワッドピクセルと結合させて4倍多くの光を捉えます。つまり12メガピクセルの時よりも4800万画素になった。で、プラス光の取り込む量も大きくなったということです。はい。で、このようにセンサーは1つ1つのピクセルをそのまま最大限に活用するということで、ワークフローでよりね、プロの想像力を刺激しますと。48メガピクセルでの解像度でのプロローの写真も撮れるんで、まあ、画像がシャープになったり、こう、ディティール、めちゃめちゃ細かいディティールを捉えることができるので、高解像度をできる。つまり、こう、写真撮って、高解像度で撮れてるから、それを切り抜いて、小さくね、アップして、例えばこういうね、写真撮りました。じゃあ、iPhone 14 Pro で撮った写真を、じゃあ、切り抜きましょう。こう切り抜きました。こうしたとしても、しっかりと解像度は綺麗に撮れているということです。はい、こんな感じね。押せんのかな？押せない？押せはしきれない。こんなことになってます。
で、何を撮ってもプロの完成度ということでね、はい、これがね、1倍のメインカメラ。はい、マイクロ、マクロモード。これが新しい2倍望遠。0.5 倍超広角。3倍望遠。新しいプロカメラのシステムは広角2倍望遠を搭載と。ズームの範囲が広がったということですね。2倍望遠の開発ストーリーをちょっと見てみましょう。48メガピクセルね。0.5 倍、1倍、2倍、3倍、4つになりましたよってことですね。で、2倍が加わったってことか。こんな感じ。ここ。ここ。ね。ポートレートもタイムラプスもパノラマにも対応しているので、こう、クローズアップした写真をビデオワンタップで簡単にね、撮影ができるようになってますよってことですね。すごいね。だからカメラセンターのズームも、ポートレートモードに対応したということかな。いや、すごい。進化。で、暗くて見えなかった世界が最後まで見えてくるということで、ここね、暗い場所でも最大3倍の性能がある。暗い場所で最大2倍の性能。これメインカメラと望遠カメラね。これちょっと14 Pro のモックアップですけど、いろいろカメラによってちょっと最大の性能がね、ちょっと変わっているんだけれども、超広角カメラが一番最大3倍の、性能がアップしているということですね。で、暗い場所での撮影性能の限界を超えるために私たちはまず、より大きなセンサーで光を取り込むってことか。そう。暗いね、こういう暗い場所でも光を取り込むことによって、しっかりとね、したディティールで撮影ができると。写真1枚につき最大4兆回の処理を実行と。すごいな。で、フラッシュの明るさも最大2倍になったよ。それで、フラッシュの均一性も最大3倍になったよってことですね。だからまあ、このフラッシュね、ここのフラッシュ。ここのフラッシュもまあ、変わったよっていうことですね。まあ、これはいいですよね。うん。そして1秒間に24フレームのシネマティックモード。このシネマティックモードがね、もうね、この iPhone 13 Pro では 4K が撮れなかったんですよ。これもう問題だったんですよ。だから、シネマティックモードあるけど、もう撮ってない人多かったと思います。でも今回、24フレームまでですけど、シネマティックモードで 4K が撮れる。これはいい。僕基本的に iPhone でも、こういう GoPro でも24フレームで撮ってるんで、24フレームあれば、僕はね、僕の動画は必要、もう最低限ありますので問題ない。だからね、ちょっとこのね、シネマティックモードを 4K で撮れる、24フレームで撮れる、めちゃめちゃ嬉しくなっていくんで、こう Vlog チャンネルの方ではね、それで撮影した Vlog なんかもね、上げていこうと思います。はい。で、プロの現場で撮影された24フレーム、30フレームの 4K 映像と、あなたが iPhone 14 Pro で撮った映像、違和感なく繋げられます。つまりね、現場で撮ったものも、プロのカメラで撮っても、iPhone 14 Pro で撮ったカメラでも、同じように、うまい具合に高品質なビデオだから、そう、違いの差はそんなにないだろうっていうことかな。明らかに。ただね、まあ、カメラとかレンズによってはボケ感なんかも出てくると思うんで、そこら辺がちょっと違ってくるのかなと僕の中では思いますけども、はい。で、あ、手ブレ補正ありましたね、はい。アクション、手ブレ補正、アクションモードというものが搭載されたので、まあ、オフロードを走るサブから撮影してもね、こう、で撮影しても、被写体と並走しながら撮影してもアクションモードがあるから、こう手ブレしにくくなったと。もうもちろんジンバルはいりませんで、もうジンバルにめちゃめちゃのなんかこう、なんか戦いを挑んでますけどね、はい。プロレスやドルビービジョン HDR の映像を撮影表示編集できるよっていうことですね。はい。こんだけ違ってます。最大、メインが4倍の高解像度で、48メガピクセルと、望遠も超広角もこのぐらい、最大2倍向上して暗い場所でも撮影できて超広角もシャープなマクロ撮影ができるというふうになりましたよということです。セルフィーも iPhone 史上最高、トゥルーディプスのフロントカメラもね、進化しているから、最高のものが、撮れますよと。で、セルフィーが圧倒的に撮れる理由としてはトゥルーディプスカメラの性能ね。38% このね、ここの、トゥルーディプスの全面カメラも向上したから、ディティールが細かく撮れますよっていうことですね。はい。で、A16 バイオニックチップ搭載されましたね。パフォーマンス向上しますよ。まあ、仕様を詳しく見ても僕たちではね、あれなんですけど、この辺ね、160億個のトランジスタ。6コア CPU、毎秒約17兆回の演算処理。うん。まあ、こう、いろいろね、まあ、一番僕たちが気になってるのはこれでしょうね。電力効率に優れた設計ということで、これはめちゃめちゃ大事なことです。で、プロのバッテリーは1日中フル稼働ということで、iPhone 14 Pro Max で最大29時間のビデオ再生、iPhone 14 Pro では最大23時間のビデオ再生と、高速なワイヤレス充電にもマグセーフ対応してますよ、ということですね。はい。iPhone 14 Pro。このような仕様になっております。じゃあ iPhone 14 行ってみましょう。はい。iPhone 14 ね、6.1 インチサイズと 6.7 インチサイズね、新しくラインナップがされました。最長のバッテリー駆動時間ということで、Pro Max がめちゃめちゃ、これがね、バッテリー時間すごいよと。で、暗い場所でも撮影ができるぐらい、その光の光量がね、アップしましたよと。で、119,800円、価格の方はね、先ほど冒頭で Twitter の方でね、ツイートした内容になってますので確認ください。予約注文は iPhone 14 Pro と同じ9月9日午後9時。はい。iPhone 14は9月16日発売なんだけども、iPhone 14 Plus だけ10月7日。
ここがちょっとあれって感じですよね、うん。プロは9月16日なんですけど、プラスだけ10月7日という状況になっております。で、カラバリの方がね、ここ出てます。あ、美しくね、アルミニウムです。プロはステンレスですけど、この標準モデルはアルミニウムと。で、スーパーレティーナ X ディスプレイ。で、色がね、パープル、ブルーか。シエラブルーっぽいから、ブルーいいよね、ブルーも。で、パープル。パープルもいい。で、これが、ミッドナイトが、ミッドナイト。うん。で、スターライト。で、レッドという状況になっております。で、セラメシックシールドですね。好きなフォントで好きな写真。これはプロと使い方は同じだけど、ハードウェアが変わっているということですね。はい。これ、プロと同様に衝突事故の検出も備わっていますと。ね、重大事故の発生備わっている。で、バッテリー容量たっぷりということで、プラス iPhone 14 Plus のバッテリーは iPhone 史上最長、最大26時間のビデオ再生。iPhone 14 Pro の方が、バッテリー、Pro Max の方がバッテリー時間は良さそうだね。うん。で、21% 大きいスクリーン、見るからに大きいということで、これ XDR ディスプレイということですね。出来すぎカメラと。カメラがね、ただ、まあ、1200万画素のカメラからは、据え置きとなったけど、まあ、光の光量とか、暗い場所での最大性能は引き上げられていると。で、手ブレ補正ということで、これは何アクションモード。これはプロシリーズでもあるように、iPhone 14 でも備わっているということになっています。はい、そういう感じかな。セルフィー180度変わるよ、ということでございました。はい、で、A15 バイオニックチップ。これはプロは、A16 バイオニックチップなんですけど、標準モデルは A15 ということになっております。まあ、14とさと同じだけど、圧倒的な速さのチップを搭載していますよ、という感じでございました。はい。で、AirPods Pro ということで、これは一段階豊かなリスニング体験ということで、次世代のアクティブノイズキャンセリングが性能アップしましたよってことですね。で、1回の充電6時間使える性能アップということです。で、Apple Watch は Apple Watch Ultra。これはもうアスリート向けの Apple Watch だということで、アウトドアとかアドベンチャーとかウォータースポーツ、耐久トレーニングなんかで、もう屈指の万能 Apple Watch ということで、いや、これね、もういらないかなっていうのはあります、僕の。で、シリーズ8。ここで、プロはデザインがね、変わりましたね、ここ。デザインが変わりました。で、シリーズ8は、このシリーズ7と同じデザインで、まあ、もろもろちょっとアップして、皮膚音センサーが搭載されたり、事故衝突検出、衝突事故検出が搭載されたりということで、まあ、微妙なプラスアルファと。で、アプローチ SE が、アプローチシリーズ4とか、その辺のディスプレイで、ちょっと広がったディスプレイを搭載して、そこそこパワフルセンサーとか、そこそこいい状態。だけど、めちゃ価格はエントリーモデルっていう感じですね。この、14 Pro Plus、14 Pro Max、アプローチ8、SE2、ウルトラ、プロ2、この辺が発表されましたよ、ということですね。はい、ということで今回の動画は Apple イベントで発表された iPhone 14 Pro、iPhone 14を中心にちょっと製品の紹介をさせていただきました。いやー、予約受付とかいろいろね、今から発売とかもうワクワクルンルンな状況ですけど、皆さん、良い iPhone ライフをということで、僕はテック好き石原さんという公式 LINE を、LINE 公式をやっておりますので、ここでは iPhone の使い方、iPhone の悩みとか、でせっかく買った iPhone 宝の持ち腐りにならないようにね、いろんな iPhone の使い方、iPhone のね、まあ、新しい発見をお届けしていますので、iPhone 14を購入する方、もしくは iPhone 13、iPhone をお持ちの方は、ぜひね、テック好き石原さんの LINE 公式登録、友達追加よろしくお願いします。ということで、本日も最後までご視聴ありがとうございました。はい、ではまた次回の動画で。